町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。三十郎様かい。あなた様は。そうだな、父の自慢の弟子でございます。お弟子様も後を追ってあんなに急いで。お弟子様、ご師匠様は門の方へ向かわれましたぞ。何年言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。是が非でも譲ってくれ。よし、倍払う。米引き立てだよ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。拙者は、あ、愛子殿はその、お顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十…承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きない。間違いねえ。僕が森の中にいるの。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、盗っ人どもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ、何も取ってはおりません。取れたての梅、今が売れ時じゃ。愛子殿に差し上げたいが一文も持ち合わせておらぬ。こりゃ参ったな。よし、持って行きな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。